もう今月もね、終わりだしね、今日で。だから、夜やって、今月もありがとうございましたって、しようかなと。音うるさいって、神さんにリビングから追い出されました。ごめん。じゃあ、また後でお会いしてもらってありがとうだって。おめでとう、誕生日。そう、今日は天国野郎治ってきました。秘仏、秘仏大丈夫な声、最善で見れて最高でした、ありがとう。大戦特有の音ですね。で、初めてアイドルしてアイナ見たらって、ありがとう。どうでしたか？シャンプーの香り、シャンプーの香り届いた？髪の毛がね、すっごい抜けるんですよ、ドライヤーの時。聴診器クルルにしてて可愛かった。聴診器クルルのおっぱいにめっちゃ当ててた。セクハラ。めっちゃ可愛かっただって。やった。そう、今日は一緒に公演出る人がメンバーが多かったので、キャッチフレーズが分かんなくて、みんなの。動揺してましたね、そのため。絶妙な距離感。そうだよね、パンチされて明らかに動揺してた。だから分かんなくて、あ、なるほどみたいな。みんなとの距離感なので、なんかよそよそしい感じがした。マジで、もう、ほぼ、初めて、本当に、初めましてだったもん。誰だろう。もう本当に、初めましてでした。聴診器、ブラブラしてて面白かった。私の日曜日はどれだけ出ないです。そう、私は野菜に例えると玉ねぎなんだって。くるるんだ。そう、髪の毛赤いから赤ピーマンにした。なんとかの衣装初めて見たけど、私と似合ってた。なんだろう、なんだろう。ズボンの衣装、ズボンの衣装ってなんだろう。ズボンの衣装ってあったっけ。なんだろう。あー、タンポポね。タンポポは確かにズボンだ。あ、そう、みんな10月の土曜日開けといてね。よろしく頼んだよ。お疲れ様だ、聞けよ。あ、嬉しい、待ってます。もう似合わせじゃないのよ。確定の似合わせと思ってればいいの。うん、重要って予定表に入れた。そう、2択。土曜日、そうなのよ。土曜日なんだって。ちょっと綾菜推しには開けておいてほしい。
日曜、土日ってさ、みんなはどっちの方が動きやすいんだろう。確かに遠征組は土曜の方があれかな。なるほどね。話別に進んでないですよ。土曜開けてねしか言ってない。昼も昼か夜でも違う。なるほど。なるほど。まだ終電乗れなくても泊まれるから素敵な感じ。そうなんだ。ああ、次の日仕事だからゆっくりしたい。その気持ち、なんかお母さんがめっちゃ言っててわかる。ああ、そうなんだ。やっぱ時間帯はいろいろあるので、都合のいい時に、都合のいい時間に。していただければ。タスコです。そう、昼夜とかもしいっぱいいっぱい参加してくれる方が多かったら、でも多分昼夜だと思う。2だと思うけど。こんな感じでね。いっぱいしてもいいのもちろん、どっちもって可能なのもちろんです。たくさん来てくれる人が多かったら3部になったりするのかな、わかんないけど。今のところ2部しか必要ない。あ、びっくりした。なんか花火みたいなの来た。ちょっと待ってね。ちゃんとドライヤーを終えてからお礼を言います。カエナが見れるなら何か見たいな。おじもじ何？おじこめ？おじこめ何ですか？おじこめ、おじこめ怖い。ゴッドライトさん、ゴッドライトさん、花火タワーありがとう。花火クワタワーありがとうございます。ゴッドライトさんありがとう。T シャツとサイリウム再販したし、サイリウムは再販あるかもなんだけど、 T シャツはちょっと新しいデザインになっちゃうかもしれなくて、 T シャツ前のデザイン欲しかったかな。あやなん可愛いよタワーありがとう。インナーカラー可愛いってありがとう。ここまで派手なインナーカラー結構初めてレベルかも。ピンクっぽく見えてきた。そう、新しいデザインになるかもしれない。ムラシャンしてないのよ、だから全然抜けてってます。 T シャツだけ新しいデザインになるかもしれない。ムラシャン堅くないしないのはなんだよ。買ってない、持ってないから買うのめんどくさいっていうだけなんだけどね。そう、目の前にあったらもうめっちゃムラシャンします。時間帯まだ決まってないです。公式発表お待ちください。ちょっと日程しか見合わせられないです。缶バッジとね、缶バッジはもう多分ないですね、絶対的に。アクスタもないかもしれない。そのない、そうなんですよ。
前のデザインのグッズはペンラしか再販ないと思う。アクスタね、アクスタね。前のデザインのが、新しいデザインのが頑張って揃えたかったランダムのやつね。そうなんだよね、ランダムのやつ揃えたかったって方がちらほら悩むな。私が作りたいって言ったら多分作れるけど、なんか確かに現地でトレード、確かに肌をなくしたもある。確かに猫ちゃんのアクスタとかあったらみんな欲しいかなとも思ったけど、一瞬コスプレアクスタ。欲しいかな、みんな。欲しい。ポリスね。すごい、みんないい、欲しいって言ってくれてる。マナちゃんのアクスタはないかな、さすがに。今日も夜ないと言ってたけど、うん、やってくれてありがとう。いい、こちらこそ。アワードのやつ結構欲しいって。ショールーム配信のコスメシリーズ良いね。そうなんだ。嬉しい。意外と浴衣もね、確かに。なるほど。あと全部アクスタは絶対しないけど、あの上位3つとかいいよね。確かにモナちゃんと一緒に写ったグッズとかめっちゃ作りたいけどな。超厳しそう。それならセット販売してほしい。あれだよね、全揃えみたいな、ランダムとかじゃなくて全揃えのやつとかいいよね。確かに。モナちゃん映ってるわ。55個買いますモナちゃん、モナちゃんの、モナちゃんシリーズで、ん？モナちゃんの誕生日が5月5日だから、じゃあモナちゃん映すか、スクショ撮っとこうかな。じゃあこのコメントスクショ、あ、写真撮っときますね。はい、チーズ怖怖怖すぎるんだから、写真撮っといてよ怖とか言って今日おとといも脅迫してなかった、してないよいきなり怖いラーメン脅迫系アイドル、イエーイ。55個は絶対売れるね。やったー、イエーイ、嬉しい。でもリアルモナちゃんを撮影に呼ぶのはめちゃめちゃむずいけどねリアルめちゃむずいと思う。だってモナちゃんを、モナちゃん東京に連れてかなきゃいけないってことでしょ。電車がさ乗れないのよね。埼玉で撮影したらいい。確かにスタジオ、いやそうだよね、埼玉の方が。でも確かにモナちゃん公式グッズで、なんかモナちゃん買
プロのカメラマンさんとか撮ってもらったことないのでめっちゃ憧れます、そういうの。いや、なんかそうゲージに入れれば平気なんですけど、音がかわいそうになっちゃって、大きい音が。そうなんですよ、モナちゃんグッズだけは欲しいです。モナちゃんファン、モナちゃんのファンいますか、このルーム。私の、私だけのグッズでも買ってね。私だけ、じゃあモナちゃんいない私の黒猫だったら何個買いますか猫アクスタ何個買いますか。あ、仕事が終わらないって、かわいちょう。スクショされるから書けんだお疲れ様です。2個、1個リアルに。怖くてリアルな個数しか見ないわおもろ。まあまあまあ、とりあえずちょっと聞いてみます、撮影、新しく撮影することが可能なのか。聞いてみます。個数制限絶対ない、絶対ないかも。なるほどね、作るの間に合うの、それは間に合うと思う。そう、間に合うんですよ。でも至急確認します。巨大で高額なアクスタだけはやめようね。やめるよ、それは大丈夫、大丈夫です。ということで、まあそんな感じでスタッフさんと話し合いたいと思います。じゃあそろそろ順位を見たいと思いますが、これ15分やったよね。まあ今日はもうやってるので15分じゃなくてもいいんだけどね。じゃあ順位を見たいと思います。20位、すずハッシュタグチームナンさん。19位、ちゃんたちゃん。18位、クーズベイさん。17位、ひびちゃん。16位、ピオチさん。15位、スキッパーリーさん。14位、りょうさん。13位、ヤッシーさん。12位、山町さん。11位、かずのこさん。10位、おげりん、アットチームナーさん。9位、クラウドさん。8位、やっちゃしたぐチームナー。今日は最高に嬉しかった。ずっと大好き。あ、嬉しい。誕生日おめでとう。7位、あやなのくまちゃん。いつも休校ばかり。ごめん。本当に好きだよ。あやなのしかかた。ありがとう。6位、小太郎さん。5位、ウォーターメロンとかプサダーさん。4位、まさとしたぐチームナーさん。3位、スーパーラビもち。アバター、着替えの時期。交通費ね、交通費、交通費。2位、あんくんさん。1位がゴトライトさんでした。ゴトライトさん、花火くまとありがとうございます。ありがとう。そして55位、もなちゃん枠がさくらさんでした。ありがとうございました。じゃあまた明日です。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみ。